ローマン・インガルゲン・ローマン・ビトルト・インガルデンは、ポーランドの哲学者。特に、現象学、存在論、美学。第二次世界大戦以前の著作は主に、ドイツ語で書かれ出版された。戦時中にポーランド語へと変え、そのために、存在論をめぐる主要な著作はあまり知られないままになっている。インガルデンは1893年2月5日に、 オーストリア・ハンガリーのクラクフに生まれる。最初のリビュー大学にて、カジミエシュトワルドフスキの下で、数学、哲学を。その後、ドイツのゲッティンゲン大学へ移り、エトムント・フッサールの下で哲学を学ぶ。フッサールに、自分の最も優秀な生徒と認められ、フッサールが1916年に、フライブルク大学に移動するのに同行し、1918年、 博士論文を提出する。博士号を取得した後は、ポーランドへ戻り、長期間中等学校の教師として教える。1925年、エッセンシャル・フラガンで、カジミエ・シュトバルドフスキにより、大学教授資格を得る。この論文はいまだに英語にも日本語にも訳されていない。1933年、インガルデンは、教授職へ、そして、 文学的芸術作品で世に知られるようになる。第二次世界大戦によって大学が閉鎖されたために1941年から1944年までの間、インガルデンのアカデミックキャリアは中断を余儀なくされる。その間、密かに戦争孤児に数学と哲学を教える。自宅を爆撃で失った後も、ザコントロバーシーオーバーザイグジステンスオブザワールドを書き続けた。 戦争後の1945年、インガルデンは、トルン大学の教授職を得たが、1946年には、共産党政府により追放されてしまう。その後、ヤギエウオ大学に移るも、1946年には、唯物論の敵である、唯心論を主張したトガでまたも追放を受ける。1957年に、その追放処分が解除され、ヤギエウオ大学で教育、研究、 執筆活動を続ける。1970年、没。死因は、脳一血。インガルデンは、実在論、現象学を主張し、フッサールの超越論的観念論を支持しなかった。彼がフッサールから受けた教育は、現象学的であったが、それにもかかわらず、著作の関心の大部分が、存在論に向けられている。ありがとうございます。